漁船から水揚げされる多くの魚、次々とコンテナに移されていきます。そんな中、今が旬を迎えているマアジの水揚げが近年不漁だといいます。マアジなどを取る中型巻き網漁船の今日の漁獲量は全体で349トン、そのうちアジは80トンで3割未満でした。まあ、でも今の時期アジが取れる頃なんですけどね、ちょっと今年は少ないです。鳥取県水産試験場によると、過去10年間のマアジの境港での水揚げ量は右肩下がり、2014年は3万7千トン以上でしたが、去年はおよそ8400トンです。年々こう水揚げ量が減少してきているアジですけれども、今年についても清涼期を迎えているんですが、前年の半分程度の水揚げということで、その理由は日本海で生まれたマアジが成長し漁獲される量、加入量が減ったこと、またマイワシの漁獲量が増加し、複数の魚が交互に増減する魚種交代の兆候が見られていることなどが考えられます。マアジについても、こう水揚げ量の上限というものをですね、しっかり守ってですね、こう適切にこう資源管理をしていくっていうのが、取る方の側でもですね、やっていける取り組みだというふうに思ってますし、一方マアジを活用してアジフライを製造する企業も水揚げ量の減少に困惑しています。アジは大衆魚っていうイメージがあると思うんですけども、なかなかその供給が安定しないというような状況が続いてます。不漁で価格も上昇、原材料費なども高騰するなど影響が出ています。そこでこの会社では水揚げされたアジを冷凍保存して供給を維持、さらに高級アジフライ、うちはアジオというブランドがあるんですけども、そういうようなこう付加価値を創造することで漁価の上昇分を吸収していくと、そういうような取り組みをしています。近年水揚げ量が減少してしまったアジ、適切な資源管理で大衆魚の安定供給につなげる努力が続けられています。